皆さんこんにちは、ヘルニアです。今回ですけども、KR ドイツプレイ後半。前回は、早めにフランスと開戦し、AFFなどを主軸とした、大艦隊と前哨戦を繰り広げ、本日はその続きから、史実と違い、ドイツ帝国が存続したわけですが、実際のこの年代の人材が、ごっそりいなくなってるわけでもありません。今回は参謀総長にマンシュタイン君を採用し、師団速度などを上げていただきましょう。さて修理の終えた海軍の活躍をさらに見ていきましょうか。こちらは相手を上回る戦艦の数に、空母や航空支援の手厚い援護と、圧倒的物量で相手を押し潰します。その結果敵の駆逐艦などに重石を撃破。前衛艦がいなくなったら、戦艦は的になるので、彼らの海軍に着実なダメージを与えています。そして海軍の決定打とも言える海戦が起きたのが、この敵護衛駆逐に援軍到着した戦いです。相手は戦艦などの攻撃艦がいないため、ドイツの誇る21隻の攻撃艦の巨砲が、敵の駆逐を蜂の巣に、また一緒に来ていた空母3隻も一方的に撃破され、結果として、敵の駆逐被害多数、空母も大きくやられると、これをきっかけに急速に相手の海軍は弱体化します。しかし残念ながら良いことばかりでもありません。ドイツが独立保障していたコーカサスに、ロシアが宣戦布告。これによって先の大戦同様、二正面戦争になってしまい、ドイツは振り気味になってしまいます。残念ながら、ブラックマンデーのデバフを最優先で取り除いたため、陸軍の徴兵下のデバフがまだ外れておらず、ロシアにまで回す余裕が今はありません。しかしこのゲームの東欧諸国、特にウクライナは結構強いので、ベラルーシや陣営加盟したフィンランドなどと共に、時間稼ぎくらいは何とかしてくれると思います。さて、ロシアの参戦から約半年が経ちまして、ようやくちょっとはロシア側に避けるかなと思いきや、リトアニアが土壇場で独立を宣言して裏切り、リトアニアが陣営外になったら、ウクライナやベラルーシの救援に行けないじゃないかと、現在引き殺しているところです。なおフィンランドまで軍を回す余裕はないので、彼らは残念ながら死亡した模様。ウクライナとベラルーシも、さすがにもう時間稼ぎも限界のようで、ドイツが助けないと、降伏してしまいそうですね。これでも恐ろしいスピードで軍需を作っているんですが、飛行士団に空軍と、作らなければいけないものが多すぎて、だいぶ手間取っています。せめて黄斑だけでも味方なら、歩兵の防衛援助を頼めるんですが、まあ頑張ってうちだけで耐えるしかありませんね。しかし敵だらけだったドイツに、ようやく事実上の味方が加わることになります。フランス王国がフランスコミューンに宣戦布告。これは内戦を起こしたというわけではなく、前回言った、先の世界大戦で敗れた AFFの陣営が、今のサンディカリストたちに宣戦布告したという状況。アフリカにいるフランス王国と、カナダのイギリス王室が、別陣営として味方になるので、これでちょっとはドイツの負担も軽くなりますね。しかし状況は悪くなる一方で、東欧の守りの要であった、ウクライナが降伏。本当はドイツとしては、国土が広くて制圧に時間のかかるロシアより、先に狭いAFFを倒すはずだったんですが、もうロシア面倒くさいと、この2年で急編成した飛行士団を投入。二正面じゃなければ、ロシアなんて海戦と同時に瞬殺するのに、ウクライナ倒して調子乗り上がってと、ドイツ怒りの猛反撃を行います。ひとまずウクライナの方で軽くロシア軍を包囲して、オデッサ方面でも包囲して、キエフ周辺でも、ダイナミック軍団からの大殲滅を行い、その後はほぼ塗り絵ゲート化すなど、バミラの大祖先以上に突破は容易でした。ただソ連と違い、こちらのロシアはウクライナやベラルーシを元から持っているわけでもないので、ウラル山脈を渡って、さらに奥深くまで落とさないといけないのが、ちょっと面倒なお話。それでもこれでロシアの陥落は、ほぼ決定的となりましたので、ようやくサンディカリスト撃破に集中できそうです。ついでに対路線の最中、飛行士団も最高ではないですが、兵器備蓄の状況から判断して、編成を40幅に組み直したりもして、ロシアの VP を踏み荒らし、ようやく彼らを降伏させることに成功しました。この KR では、直接傀儡化せず、一度併合してからその土地の扱いを決めます。今回はベラルーシとウクライナとフィンランドあたりは、結構頑張ってくれたので、彼らにも適当に土地を与え、ロシアを分割占領していきたいと思います。そしてその結果、ロシアはウラル以西に領土が縮小され、ウラル以東はシベリアの政府が誕生。中央アジアは中央アジアでひとまとめになり、ベラルーシとフィンランドは領土拡大。ウクライナにはコーカサスの方も挙げたんですが、ロシアに返還してあげたようです。地味に見えたかもしれませんが、現在ドイツは日本とも戦争中。
しかし今回は A 出路までが目標と、日本は適当に24個師団で守らせておきます。よっしゃあ、クソ長い戦線も消えたことだし、フランス人を瞬殺していきましょうか。40幅突破900を誇る機甲師団と、この3年近い年月で増やした航空支援があれば、弱っちい歩兵や低レベルの要塞も、難なく突破。まずはカレー方面を包囲していきましょうか。ということでポンと包囲しまして、だいたい40個師団弱逃げ場をなくせましたかね。フランスもこの3年で歩兵師団を随分増やしたようですが、ドイツは歩兵師団の作成を控えめにして、飛行と航空に尽力していたのだよと。長期的な視野を持ってフランスに作戦勝ち。こうなってしまっては、もはやフランス単体では、ドイツに勝つ力は残されていません。それじゃあ次はお得意のスイス軍団だと。飛行師団を突っ走らせ、ドクッフ国境間のフランス軍の逃げ場をなくします。この方位でさらに、20個師団ちょっとくらいは、殲滅してやれそうですね。そんでもってパリも陥落し、いよいよ大詰め。航空機も完全に優勢を取れて、最終攻勢の準備万端です。ひとまずフランス軍をさらに分断するため、まずはボルドーなどの大西洋側の都市に向かって、ドイツ飛行士団爆走開始。そしてこのように南北にフランス軍を分断できましたら、あとは飛行士団を使わずとも、歩兵で押し潰すだけの簡単なお仕事。被害兵数もそこまでひどくなりませんでしたし、時間こそロシアの邪魔で思ったよりかかりましたが、倒せる時はあっけなく倒すことができましたね。そしてフランスも、さすがにマルセイユだけでは反撃能力がないと悟り、ドイツ軍の猛攻の前に降伏。あとは地味に勢力を伸ばしている、サンディカリストのイタリアも、サクッと倒していきましょうか。しかしイタリア南部の軍がタゲを集めてくれたこともあり、飛行士団にあっけなく貧弱歩兵がすりつぶされて、サンディカイタリア軍も粉みじんに。あとはフランスに残った地味な残党を処理しつつ、イギリス本土に乗り込んで倒すだけですね。さてイギリスに上陸する師団が完成いたしました。編成は海兵18の中戦車にて、海兵の上陸の良さを残しつつ、飛行師団の最低限の装甲と突破で、相手の歩兵師団を寄せ付けない作りになっています。普通こんな豪勢な海兵師団は作れないのですが、ドイツは総動員で軍需を回し、この意味不明な師団を完成させました。この海兵師団10個で、イギリスの上陸を狙っていきましょう。さあドイツ海軍の艦砲射撃も援護に入れて、頑張って上陸していただきましょう。イギリスはイギリスで、どうやらこちらと同タイミングでフランス北部に上陸してきたようですが、残念ながら本土の守りが薄くなるので、考え方によってはコース号、悪いけど歩兵師団を5、6個集めた程度じゃ、この特設海兵師団の上陸は、防げないよと彼らをぶち抜き、ひとまず上等砲を確保することに成功。言わずもがな、この後援軍を送り、この前線を押し上げていきます。援軍が到着した頃には、すでに傷口が広がってきており、イギリス軍はバタバタと撤退している様子でした。きっと敵軍のことだから、民兵を引っこ抜いて、鉄パイプの槍でも持たせているに違いないと、連度の低い部隊しか置いとかなかったのでしょう。そんなバカ話している間にも、敵の首都ロンドンが陥落。ドイツ軍の援軍はさらに増える見込みで、もう事実上彼らの敗北は決定的になっていました。そしてスコットランド方面の制圧が始まる頃には、ようやくイギリス連合も諦めを覚えて、ドイツ帝国らに降伏しました。思っている以上に、長期戦になってしまいましたが、ドイツ帝国は強力な味方がいなくても、十分強い国でしたね。アフリカがやたら解放状態なのには突っ込まないとして、ドイツはバニラでいうところの、連合の英仏のような印象を受けました。最初は勝ったという優越感で、デバフが足を引っ張りますが、次第にデバフが解除されて、中盤以降はエンジン全開。まさにバニラの英仏を足したような感覚に加え、ドイツ特有の機甲師団の良さも引き出せて、なかなか楽しかったです。さて貢献度はほぼドイツの独り占め状態なので、主要国である英仏と、北欧のノルウェー、行けるならイタリアの方も一時併合して、戦後ディシジョンで国家解放したいと思います。まずノルウェーは王国として解放し、ブリテン島はイングランド、ウェールズ、スコットランドの3分割で、国力を弱らせて、フランスはドイツの傀儡として成立させ、イタリアはサルデーニャに返還し、その後サルデーニャには帝国協定に入ってもらうことに。最終的に欧州の多くを勢力圏に組み込み、ひとまず最も敵になり得る、英仏路を倒しましたので、今回の KR ドイツプレイはここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。